然ですが滑り収めます。キャッチーなタイトルとかじゃなくて、今年この第2クワットリックが今シーズンで練習を晴らします。ぜひ滑り収めに来てほしいんですけど、再来年から第2クワットリックめっちゃ長くなって楽しくなるので、今この駆け替わる前のリフトは今シーズンが最後です。というわけで、この駆け替わり前のラストシーズン、キューピットバレー第2クワットリフトを滑り収めていきたいと。コースは結構前の動画で撮ってるので、この動画終わったらリンク貼っておくので、そこから見ていただきたいんですけど、せっかくなら今シーズン初のツリーランエリアを入っていきます。ツリーランエリアはヘルメットと、この受付で腕章と、あと携帯か笛を持つっていう感じで入れます。はい、じゃヘルメットバッチリ、よし滑っていく。どっち行こうかな、とりあえず右行こうかな。今日お天気がいいね、最高。カモシカいるかな、毎回探しちゃう、カモシカ。とりあえずこれ持ってるから、これ中書いてある、わかりやすい、とてもわかりやすい。行きましょう、行きましょう。ヘイヘイ、滑っておけば2年後3年後または5年後10年後滑った時に、あ、キュービットバレーね、あれリフト掛け替える前あれも良かったんだよねみたいな、クロートぶれるよね、1回でも滑っておけば、なんか子さんですみたいな。そんなどんなマウント。スリーダン楽しいね。スノーボードじゃなきゃこれこの中歩こうと思ったら超大変だから、スノーボードがなかったら雪山でこんないい景色の中、自然の中、こう周りが木ですみたいなとこであんまなくない。見てください、これが掛け替わる前の鉄柱です。掛け替わる前のリフトです。そしてこれが、あれこれ番号書いてないの、これ、あ、こっちか、見えますね、私は見えません。最高、海が、海、海、海が見えます。さっきは道なりに行って左に行ったから、もう右に右に行こう、行けるだけ行ってみよう、ちょっと散歩になるといいな。Thank you.
時はここで左に行ったけど、右のアポロ斜面に行きたいね。これトラックついてないけどいいかな。いいですか、行って。ダメだったら登ります。ちょっとこの道わかんないから。あー大丈夫。いい、これダメだ。これ雪の、これ木の近くだと落ちちゃうんで、皆さん滑らないようにしてくださいね。よいしょ、よいしょ、登り返し、登り返してます私。気持ちいいな。よし、立った、うん。今ここが尾根の稜線所っぽいとこにいるんで、沢に落ちましょう。落ちそうだね。次は登って左側のツリーランエリアを探検します。パウダーじゃないときより地形分かりやすいんで、これ再来年も参考になるからね。行ってきます。リフトしたら滑走禁止なので、これを巻いて向こうに行こう。そうだね、ここが結構低い。これを越えれば左に回れるね。危ない。おお、コースっぽいところが見える。あ、すぐそこコースじゃん。ね、すぐコースだ。結局合流するから安全だ。欲張って。どこまで行くか見てるね。ここが最後の砦だね。リフトだから。おお。こんなになってんだ。
あ、出れる。結局全部出れるね。まであとちょっとだったの。また歩くの。歩きたくない。歩きたくない。頑張れ。見えるか？行けますか？あ、戻れた。アマセンの賞金レースやってます。頑張れ頑張れ。選手かっこいいよね。選手ね、かっこいいよ。本当に今日はまったり行きますか。楽しかったです。はい、皆さんもぜひ今シーズン一旦は第2クワッドリフト掛け替えということで滑り納めになるので、ぜひ今の第2クワッドリフト滑りに来てみてはいかがでしょうか。はい、シーズンまだまだ営業しています。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。では、对对。